こんにちは、黒島です。ヤブキリのオスですね。オスがコオロギを食べてます。はい、抱え込んでね、うまそうに食ってますけども、コロギスまだ気づいてないか。こっちにもね、ヤブキリのオスがいますけども、むさぼり食ってます。人工飼料、カメのふやかしたカメのね、餌なんかも食べるんですけども、やっぱりこう生き餌が一番好きっぽいかな気がしますね。ちょっと虫の気持ちははっきり分かりませんけども、食いつきがやっぱり、こういうコオロギとかゴキブリを与えた時が一番食いつきがいいような気がします。はい、ヤブキリに対してね、コオロギが大きすぎるような気もしますけど、結局は完食するんですよね。毎度毎度思うけど、この腹のどこに入るのかこれだけの大きさのね、食べ物がどこに入るのか不思議でなりませんけども、これはまだ幼虫、オスの幼虫ですね。これも美味しそうに食べてます。食べてるコロギスいるかな。これも幼虫ですね。これどうだ、映るか。ちょっとこれ床に置いてるんで取りづらいですけど、これはコロギスですね。これはコロギスのオス、やっぱりコオロギを食べる、今回はコオロギを与えたんですけども、とヤブキリと、ちょっとコオロギスのね、食事風景でした。あとこれちょっと透過採集でね、たまたま見つけた、これはヒメギスの調子系ですか。ヒメギスの調子系あんまり見ませんね。ヒメギス、いわゆる短子系というか普通の羽の長さのものしかいません。あんまり見ませんけどね、長子系あんまり見ませんけども、長子系がたまたま、別にこれ10日に寄ってきたというよりはたまたま飛んできた先が10日だったっていうだけだと思うんですけどね、就航性はないと思うんで、ちょっと珍しい。長子のヒメギスは、長子系のヒメギスは珍しいなと思って取ってきたんですけども、こいつは植物性が強いと思うんで、ちょっとラビットフードでも今度与えてみようかなと思っております。ちょっと捕まえてきただけですね、これ。コロギスのメスもまだ今昼間なんでね、夜になるとコロギスたちは本当急に活発に動き始めるんで、夜になったら食べると思いますけどね。コロギスは割と死骸みたいなのも好きみたいなんで、はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。